若林雷造若林雷蔵から1941年11月27日は、日本の内務官僚、政治家、幹線府県知事、貴族院議員、近景館施行、村上藩市、若林安政の長男として、越後国岸戦軍3の町に生まれる。1893年に、帝国大学法科大学を卒業。1896年、帝氏となり6月、 警視庁小松川警察署長に就任。1897年4月、群馬県警察部長に就任。同年10月には、沖縄県警察部長に転じその後警察監獄学校幹事、県内務所機関、山形県、石川県の各所機関などを歴任。1908年3月、島根県知事に就任するも、同年8月、昌平により、 大韓帝国警視総監となる。帰国し、1909年6月に奈良県知事に着任。大正2年6月1日に山梨県知事に転じその後は佐賀県、香川県、愛媛県、広島県、京都府の各府県知事を歴任した。1922年10月、京都府知事を退任し、同年12月、貴族院直選議員に任じられ、 研究会に属して死去するまで在任した。1924年1月25日に、近畿館志向を仰せつけられた。その他、大礼史事務官、奈良提室博物館評議員などを務めた。芸術産方向時、総統州に葬られている。山梨県知事時代の若林は、人となり天端稀に見る甲骨館であり、県会で予算の削減に合うや原案を執行して、 当局の信念であると言ったという。また、書道を、よくし名筆の聞こえが高く、宴会の席上などで語を振るった者が、山梨県内には残されていたと言われ、歴代山梨県知事中でこれほどの名筆を持った者はいなかったと伝えられている。若林の成果までは、当主がこの屋敷に居住していたが、それ以降は、稲葉治元法務大臣が居住していたという。 若林家住宅として1977年1月28日に国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。